プーチンお得意の核恫喝はもう使えない。 ICBM 発射失敗で見えてきたロシア崩壊の未来。ロシアの核戦略に大きな影響を与えるニュースが飛び込んできました。それはロシアが誇る最新型の大陸間弾道ミサイル ICBM 通称サタン2正式名 RS-28 サルマトが発射に失敗したという出来事です。これはロシア国内外に大きな波紋を呼んでおり、今後のプーチン大統領の戦略に深刻な影響を及ぼす可能性があります。サタン2の発射失敗とその影響。サタン2はロシアがアメリカを含む敵対国への抑止力として核戦略の柱に据えようとしている重要な兵器です。このミサイルは地球上のほぼすべての場所を射程に収めることができ、核弾頭を搭載することも可能なため世界的に注目されています。しかしその発射実験は成功率が非常に低く、これまでに行われた7回の発射実験のうち成功したのは2022年の1回だけです。特に今回の発射失敗はロシア北部のアルハンゲリスクにある基地で発生し、ミサイルが地中で爆発するという大惨事を引き起こしました。この事故はロシア政府によって隠蔽されようとしましたが、21日に火災の報道があり、広く知られることとなりました。プーチン大統領にとって、サタン2の発射失敗は単なる技術的な問題にとどまらず、ロシアの軍事力全体、さらには核抑止力の信頼性に関わる深刻な問題です。特に現在、ロシアはウクライナとの戦争で疲弊しており、できるだけ早く停戦に持ち込みたいと考えています。そのため、核の脅威を交渉のカードとして使い、アメリカやヨーロッパ諸国に対抗しようとしていましたが、今回の失敗でその戦略が大きく揺らいだと言えるでしょう。サタン2の特徴と世界への脅威。サタン2の最大の特徴はその飛行距離にあります。このミサイルは約16,000km もの距離を飛行することができ、地球上のほぼ全ての場所を攻撃できる能力を持っています。例えば、ロシアからアメリカ本土を容易に射程に収めることが可能です。アメリカが保有する ICBM ミニットマン3の飛行距離が約 9,660km であるのに対し、サタン2はその約 1.5 倍の距離を飛ぶことができます。このためアメリカを含む西側諸国はこのミサイルを非常に警戒してきました。また、サタン2は最大で10個の核弾頭を搭載でき、それぞれが異なるターゲットに向かって飛ぶことができる独立目標再突入弾頭という技術を備えています。つまり、一つのミサイルで複数のターゲットを同時に攻撃できるため、相手国にとって非常に脅威となります。さらに、サタン2は超音速で飛行するため、迎撃が極めて難しく、通常の防衛システムでは対抗が困難です。しかし、そんな強力なミサイルが今回のように発射に失敗するというのは、ロシアにとって非常に大きな打撃です。ロシアが誇る核抑止力が信頼できないものだと世界中に示してしまったからです。プーチン大統領と核戦略の行方。プーチン大統領は長い間、核兵器を外交や交渉の手段として使ってきました。核兵器を実際に使用しなくても持っているだけで敵対国にプレッシャーを与えることができる核抑止力を最大限に活用してきたのです。特にアメリカとの対立において、ロシアはこの核抑止力を盾に強気な姿勢を維持してきました。しかし今回の発射失敗によって、この核抑止力そのものの信頼性が揺らいでいます。サタン2のような新しい兵器がうまく機能しないことが続けば、
アメリカや西側諸国はロシアの軍事力に対する疑念を深めるでしょう。これによりロシアの外交的な立場や交渉力が大きく低下する可能性があります。核兵器を持つこと自体がロシアにとっては命綱のようなものであり、その存在がプーチン大統領のリーダーシップを支えています。しかしその核兵器が信頼できないとなると、プーチン政権の根幹が揺らぐことになります。今回の失敗はロシアの核戦略にとって大きな痛手であり、今後の国際情勢にも影響を与える重要な出来事です。ロシアはこのまま核兵器を維持強化し、再び世界に対してその存在を示すことができるのか、あるいは今回の失敗をきっかけに核戦略を見直すのか、今後の展開に注目が集まります。ゼレンスキー氏、ロシアの核兵器使用警告に会議。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が将来核兵器を使用しないと信じる理由を説明した。ゼレンスキー氏は FOX ニュースに応じ、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が最近繰り返し発している核警告について懐疑的な姿勢を表明した。ゼレンスキー氏によれば、プーチン氏は自分の命を愛しているため、ロシア指導者は核兵器の使用を躊躇するだろうという。ゼレンスキー氏は、彼が何を考えているのかは誰にもわからない。彼はいつでもどの国に対しても核兵器を使用できる。しかし、私は彼がそんなことをするとは思わないと述べた。ウクライナの指導者によると、プーチン氏は、人生、自分の生き方、そして他人の生活を調整するやり方を愛している。だからこそ彼は核ガスの使用を恐れると思う。2年以上前に軍事作戦を開始して以来、ロシアはウクライナに軍事支援を提供しようとする西側諸国の努力を阻止するために、核兵器を使用するよう繰り返し警告を発してきた。9月29日、クレムリン報道官ドミトリー・ペスコフは、ロシア軍は核兵器使用の条件を決定できるだろうと述べた。ペスコフ氏は、軍はどのような兵器がどのように使われるかを注意深く監視している。ウクライナ戦争への西側諸国の直接関与を記録しているのは軍であり、その焦点を緩めるつもりはないと述べた。ペスコフ氏は最近の西側の行動に対応して、ロシアは核抑止力の分野における核ドクトリンと国家政策の基礎の両方を調整する必要があると述べた。9月28日の国連総会での演説で、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、ウクライナと西側同盟国は核保有国との勝利のために戦うべきではないと述べた。ゼレンスキー氏はインタビューの中で、西側諸国から支援兵器によるロシア領土奥深くへの攻撃許可を得ることについて、ますます前向きになっているが、この決定はウクライナに依存するものではないと述べた。ロシアは、上記の措置は越えてはならない一線を越えるものであり、ロシア政府は適切な対応を取ると繰り返し警告している。これは西側と米国が依然として懸念しており、ロシアとの核戦争が非常に深刻な結果をもたらす可能性があるため、まだウクライナを解き放つことができない要因であると考えられている。一方、ゼレンスキー氏は、来る10月に予定されるウクライナ国防連絡グループ、ラムシュタイングループとしても知られるの会合で、キエフとそのパートナー国は和平協定の締結に向けて、ロシアへの圧力をどのように強めるかを決定する必要があると求めた。ラムシュタイングループの会合は10月12日に開催される予定。ゼレンスキー氏は、ロシアが毎日約100発の誘導爆弾を使用してウクライナを攻撃していると非難した。そしてこれはウクライナがより多くの長距離兵器、より多くの防空設備、
そしてより多くの対ロシア制裁を必要としているということを、私たちを支援できるすべてのパートナーに常に思い出させるものである、と彼は述べた。モスクワとロストフで連続爆発。ロシア軍装甲車両20両以上が破壊。ロストフ橋の大爆発の真相は。今日の動画では、ウクライナ戦争における非常に重要で驚くべき新展開について詳しくお話しします。特に最近ロシア本土で相次ぐ攻撃や爆発事件がどのように戦争の流れを変えているのか、そしてその背後にあるウクライナ軍のドローン攻撃について掘り下げていきます。ロシアの軍事インフラが大きな打撃を受けたこと、そしてこの戦争がどのように新たな局面を迎えているのか一緒に考えていきましょう。まず注目すべきはモスクワ近郊とロストフで起きた大規模な爆発と火災事件です。これらの事件はロシア軍にとって予想外の攻撃であり、ロシア国内の防衛体制がいかに脆弱であるかを浮き彫りにしました。モスクワ近郊での大規模な倉庫火災。9月29日、モスクワから約 50km 離れた場所にあるアパリキという地域で、なんと5000平方メートルに及ぶ巨大な倉庫が大火災に見舞われました。この倉庫はロシア軍の軍事物資を保管していたとされており、火災による損害は甚大です。ロシア当局は事故として原因を調査していますが、ウクライナ軍による精密攻撃が原因の可能性も否定できません。この火災はロシア軍の補給ラインに深刻な影響を与える可能性が高く、今後の戦況にどのような影響を及ぼすか注目されています。さらに同じ日、ロシア南部のロストフでも驚くべき爆発が起きました。モフスキ地区に位置するロストフ教会の近くで大規模な爆発が発生し、目撃者によれば爆発直前に無人機の飛行音が聞こえたとのことです。ロシア当局は倉庫火災が爆発の原因だと主張していますが、ウクライナ軍の無人機攻撃による可能性が高いとみられています。この爆発によりロシア軍の重要な拠点が影響を受け、前線での作戦能力にも悪影響を及ぼす可能性があります。